ありがとう、たくみありがとう。ツイッターで写真が流れてきて一目惚れしました。やったー、一目惚れいただきました。そう、お昼も配信してた。 YouTube お寿司のやつ出てるの早っ。さっきアリスも配信やってた。アリスちゃん、ありあり。アリスのインスタのストーリーにあいみょう載せてくれてた。なんかつぶつぶのやつだっけな、なんかそれをアリスが載せてくれてた。なんか今日赤ちゃんバブかわいい。ほんと？もうね、どんどん年齢感じてるよ。疲れやすくなってきてるし。純吉、思いを届け、ありがとう。よいしょ。宮城あいみんしかフォローしてない。え？もう大好き。嬉しい。一途だね。明日お話し会行くね。そう、明日お話し会だよ。嬉しい、明日お話し会。オンラインお話し会。明日は、一部、ごめんなさい。いろんなコフォローしてるんだ。一部、二部。なのでね、すごい。朝早いんですけど、10時からそうしております。2部行くね、わーい。あ、10時から11時半、12時から13時半。4日間会える、最高ね。連続そう4日間、明日からもう盛りだくさんな、たくさんイベント祭り、どっかでやってるかもだけど、あゆみんの猫ミームみたい。猫ミーム、ハッピーハッピーハッピー。猫ミームはずいな、なんかやるの恥ずかしい。ちみさんにバレないのにこっそりおさせてもらいます。こっそり、あー、ここにいけない人います。チピチピチャパチャパルビルビテテ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 テ。チピチャパチャパってどこの国の曲だっけ。チピチピチャパチャパルビルビラリ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 ロンロンロン。スペイン語。チピチピチャパチャパルビルビ。自撮りやってみた。スペインなの？なんて言ってるんだろう。
きーちゃんもう寝せた、おねんねの時間です。かわいいわ、もう見たい。なにそれ、チリ、寝せた、かわいい。そう、もう8時になったら寝せなきゃって感じで、もう寝せてる。インスタフォローしてありがとう。ずっとフォロワーさんもね、監視させていただいてるので、じーっと見てるよ、じーっと。くまぶありがとう、 I love you。 ごめんなさい、アリスの配信見てました。アリスは許す。アリスどんな配信してるの？気になる。本能にゃん、ありがとう、思いを届け、受け取った、ビッグラブ。じーっと嬉しい、じーっと見てるよ。14日から今日まで友達と福岡旅行行ってきた。どうだった福岡、楽しかった？アリス眠そうな配信だった今から明日のお話し会に部屋をアイミセットにしますね。いつもアイミセットだよね、マジで嬉しい。大変？大変なら大丈夫だよ。あ、サイタ思いを届け、ありがとう、届いてるよ。ルーありがとう、タコ。トリありがとう、クマ。出勤です、お願いします。お願いされた、全然大変じゃない。お部屋チェットでアイミンの愛が届いてるのはめちゃめちゃ嬉しいよ。届いてるよ、もうドーンと届いてる。うん、レグルスありがとう、クマありがとう。糸シナモン、渡辺直美さんのね、髪。え、チーム友達、チーム友達ならなんか知ってる。サマチョコで存在に気づきました。ガチ可愛い、やったん。じゃあもちろん SNS 全部フォローしてくれてるよねリリちゃんありがとう、クマありがとう。いやジョイちゃんインスタ開設したけど TikTok はまだできないんじゃないかな。チーム友達、猫ミーム今もう流行ってる？てか流行りさ早いじゃん、なんかそのターンがもうすごい今の時代。あいみ他の男のライブに行ってきたよ。誰の
プンプン。X とインスタ以外はショールーム、このくらい。 SNS はTikTok やってほしい。何の曲やってほしい。てか今何が流行ってるのかな。 TikTok 友達にあゆみさんのインスタフォローしてて今会ってます。あのさえたんなさん、あの方フォローしてくれたよ。あみさんにとても会いたくなりました。他の人のライブ行ってたのに。うん、ショールームいっぱいやってくれてありがとうね。全然全然たくさんショールームさせてくれてありがとうね。そして見に来てくれてありがとう。あ、君に振られて最初急に可愛いの。ねえ、フォローしてた言ってたのに。そう、フォローしてくれてたね。あ、本当にインスタのフォロワーさん、なんかフォローしましたみたいな、なんかこうあるんだけど、それもう一人一人見てるからね。あいみのショールーム元気出る、元気出る、ゲイ、嬉しい。あと何が流行ってるのかな、わかんないや、流行りがわかんない。監視怖い。じゃあするのやめようかな。沼れマイラバー、リアがバレる可能性あるの。やっぱりな、バレちゃダメなの。SNS 今すごいよ本当に。多すぎだよね。インスタリアカでフォローしてるからやばい。え、で、わかんないんじゃない？リアカだったら。どうなの？うちは手のひらで転がされてる。転がしてない。インスタ気づいてなかった。初めてくれて嬉しい。ね、意外と気づかない。見たけど、まさみありがとう。くまん、テックス、たくさん投稿待ってるね。うん、じゃあ絶対一番にコメントしてね、いいねと。命かけて。インスタ慣れてそう。全然慣れてないよ。なんか投稿の仕方も最初、初投稿なんかな、どうやってすればいいか分かんなかった。鍵垢の米も見える。
どうなの？インスタライブってさ、どんな感じなんだろうね。見るに、やったやった。ストーリーコメントできる設定わかんない。インスタ。かしこまっちゃって変なコメントできない。いいよ、普通にいつも通りでいいよ。ストーリー、うーん、いいねだけ。なんかそう、いいね、いいね、なんか押してくれる方多め。インスタの投稿に毎日コメ送ります見るね。メンバーみんなショールームしててどこ行くか迷っちゃう。ここにいなさい、監禁。トップがツイッターと同じ LINE を意味してる。なんかこういうやつですよ。四窓してる。すごい。テクってるね。いいところしてありがとう。今日のお昼もショールームでまだインスタしたっていうのをこう気づいてない方がいて、フォローしてねって言ったら、ショールーム終わってこうフォロワーさん通知のとこ見たらたくさんフォローしてくださって、ちゃんとみんなそうやってしてくれたんだと思って優しいなと思いました。ありがとうございます。ちょっと緊張してきた。あゆみもツーショットやばい。インスタおたあかのアイコンギャルアイミンにした。え、嬉しい。ギャルアイミンっていつのだ、結構初期の時のあれかな、平成みたいなメイクしたやつかな。雨なの。アイコンは亀子さんの写真借りてます。そう、もう亀子さんの写真とかツイッターは載せていいけど、インスタとかどうなんだろう、載せていいのかな。インスタイミン用のアカウント作ったら即凍結されちゃった。フォロー遅くなってごめんね。なんかあゆみのね、そのインスタのアカウントも
何回もね実はね凍結したらしい。しかもあゆみのアカウントだけ何回もなんか凍結、アカウント作るときに凍結しちゃったらしい。他のメインより作ったの遅かったらしいね、アカウント。なんでわかんない。新しく作る凍結されることがらしくてめちゃ焦った。無事解説されて嬉しい。それな、ニューの表記がある。え、みんなないの逆に。ニアジョイのメンバーありがとう。タコピックスカイ、他の5人いなかった。もうね、あゆみのねアカウントね、そう何回も凍結されたらしいんだよね。今は大丈夫だけど。仕事も取ります。また明日ね、大好き、ブブブ。お仕事頑張ってね。また明日会おうね。ファイティン埼玉ファイティン。特別ってこと。そうなの、みんなのメンバーのアカウント。そうなんだ、ニューがないのか。お耳にあるのかな。インスタフォローしました、ありがとう。特別感。何回も凍結したんですよ。不思議。通称さん、本当楽しみで生きれる。生きて。生きてよ。他の子フォローしてない。あ、もう大好きです。トシ。ありがとう。クマ。花粉症ね、大丈夫なんだよね、今はまだ。クマパありがとう。タコ。花粉症今日やばい？足にはあっただけ、指差しいただきました。花粉症ひどいんだ。通称までにもう一回髪染めます。髪いいね。なんかこう髪染めるとさ、なんかどんどん心も新しくなりそう。旅行中花粉にやられすぎてしんどかった。花粉症やだね。花粉症になったらもう外出ないかもしれない。パッパッパッてタンタン、パパッパ。高校卒業して髪ピンクに染めて。かわいい、ピンク。ピンクね、もうかわいいな。ピンクとかね、そういう派手な髪色いいよね。
なんかちょっとなんかって感じ。ぜひ。外出ないね。花粉症になったらもう出ないかな。お仕事の時は出るよ。なゆみさん髪染めない。そう、白い髪いいね。髪染めてみたい。染めるとしたらなんかパーソナルカラー診断でブルベ冬と診断されたので、ブルベ冬に合う髪の色を調べて。あ、あゆみだけど、まさみありがとう、ギフトたくさん。そう、合う。あ、青の青髪とかもいいね。なんか黒に見える青髪、光が当たったらちょっと青っぽいなぐらいもいいね。やってみたい。青とグレーやってみたい。ブルーブラックいいね。髪染めることが許される我が社、本当に助かるね。紫にめっちゃ染めてたもんね。紫っぽかったりしたら似合うかも。確かに紫。グレージュ系とか。白に紫いいね。白に紫、アッシュ系。そう、結構そのパーソナルカラー診断を受けないまでは全然何も自分が何べか知らなかったからあれだけど、最近すごいその自分のパーソナルカラーに合ったコスメとか調べてる。やっぱ大事だよね。似合う似合わない大事。大切。ウィッグに3種類 4つぐらいかな、しか持ってないけど。ウィッグね、結構ウィッグって体力使うんだよね。そう、染めたら染めたでキープするの大事になってくるじゃん。そのキープをこのめんどくさがり屋のあゆみができるかっていう。怖い、頭抱える。ブリーチしなくても色がスッと入るヘアカラーがいいな。ハロウィン？めっちゃ怖かった。あ、ウィッグのやつ。そう、ウィッグかぶると頭が重くなる。ボブウィッグつける直前の意味見てみたい。すごいよ、もう本当に全部髪の毛をね、ネットみたいなやつに、網網のやつにくっつ入れてるから。2、3週間に1回行かないと激落ち。なんかそのスケジュールにもよるよね。余裕があるスケジュールだったらいいけど、ブワーっとなんか入ってたら難しいし。結局髪染めたいって言うけどさ、染めなさそう。なんか
本当にダメかも。めんどくさがりやすぎてダメだ。お寿司パーティー見てたらお腹空いてきた。本当にお寿司パーティーがもう最高すぎて、その YouTube イコノジューチャンネルに上がってるのかな。え、そう、目の前で握っていただいて、たくさんお寿司に食らいついたんですけど、もうね、あんな高級なお寿司を食べることが全然ないし、もうあの回るお寿司ばっかりにずっと行ってるので、初めての経験でした。しかもそれを YouTube 企画でそうできることがすごい嬉しくて、てかそのお寿司パーティーのあの日のね、 YouTube 撮影の日がその舞と桃香と優香とあゆみだったんだけど、なんかね集合時間がね、あゆみだけ30分みんなより早かったの。だから、え、絶対これさ、ドッキリ系じゃない、あゆみがみんなに仕掛ける系じゃないって思っててそう、他のその3人のメンバーより30分早かったんだよね。そうで、そう行ったら、現場に行ったらもう優香いたから、あれと思ったらなんか間違いだったみたいでそう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 、全然ドッキリじゃなかった。もうね、警戒心やばすぎて、何かこうあったらもうドッキリなんじゃないかなって思う。本当に本当にもう美味しすぎたし、あのネタがすごくボリューミーで、何食べたっけ、ハマチ、優香の大好きなハマチ、エビ、ウニ、大トロ、中トロ、カニ、もうね、もう美味しすぎました。やばい、お寿司食べたくなってきちゃった。なんかお腹空いてきちゃった最近めっちゃすぐお腹空く。食べな食べな食べな。回転寿司行きたいね。もう夜食べた。なんかね、すごいね、17時前ぐらいになんかラーメンなんか食べて、そう、でもなんかすごいお腹空いてきちゃった。ラーメン、でも最近あんま食欲なくて、なんかダンスしなくなるとすごいね食欲落ちるタイプで、すごいちょっとでもね割とね満腹になる。でも頭とか体使う系増えるとめちゃめちゃ食べます。ラーメンなんか食べ行った外に。
マップありがとう虹。いやすごいね、食べたいと思ったら食べるんだけど、食べてなんかある程度食べるとなんかもうお腹いっぱいみたいになる。じゃあ常に動いてよ。でも今十分太ってるからもっとね、あの結構異常なぐらいガリガリになりたい。あゆみんやっほー。カメラに映すとさ結構さ、ガリッガリでもちょうどよかったりするから、なんか画面通すとカメラなんか映すとさ、カメコさんとかの写真見てても、あもうちょっと痩せたいって思う。でも女の子はねやっぱ思うよね。いやあーたんマジ全身のシルエット素敵、本当？アイミンのなりたいアイミンになったね、ありがとう。そう、自分のなりたい自分になれるように頑張ろう。で別に今無理してるわけじゃないからね、今すっごい無理してダイエットしてますとかだったらあれだけど、割と自分の欲に従って、あの食欲に従って食べてお腹いっぱいになって満足してって感じだから、結構食べ過ぎてるレベル。そうだね、無理はしない方がいいね。食べたい時食べて食べない時食べないみたいな結構極端な食生活を送ってる、気分で本能のままにぶつかれ。食べる内容も気をつけないと。そう、本当にそう。お風呂入ってくる、あゆみん入っちゃありがとう。お風呂ゆっくり、おゆっくり。お風呂って最高だよね。最近タンプレでもらった入浴剤とか、よくライブとか、その2周年とか、大きなライブツアーとかでこう差し入れでいただく入浴剤系を、ちょっとこう体力使った日とかのあのに入浴剤を入れて長風呂してます。もともと結構長風呂するタイプだから、そう入浴剤入れたらすごいね、疲れが取れる。サウナはしない、なんかじんわり系なお風呂の入り方してる。湯船毎日入る、絶対入る。湯船入らないのね、無理なの。そう、入浴剤嬉しいよね、もらって。だから結構入浴剤に最近ハマってるから、入浴剤なくなってきた。買わなきゃ。入浴剤いいよ。お風呂にスマホ持っていくか、昔結構持ってってたんだけど、最近はちょっと
お目目を休ませないとと思って、スマホ依存症にはなっちゃダメだと思って、お風呂の時間は離れてます、スマホから。お風呂で瞑想、そう瞑想していろいろ考えてる。明日のスケジュールみたいなこれして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 とかなんかすごい先に先に考えることが結構好きだから、もうスマホ依存症だよ、ずっとフォロワーさん見たり自分の SNS のいいね欄見たりずっと見てるし、瞑想目はつぶんないけど目開けたままなんかこう考えてるから怖いかそれはそれで怖いか。お宝のこと大好きでくさね、ずっと見てるよ。瞑想してって話本当に好き。瞑想めっちゃいいらしい。目をつぶって今日一日のこと。で目つぶらずに目を開けて今日のことを考える、お風呂では。で寝る前に瞑想をして目つぶって横になってそのまま睡眠に入る。髪乾かす時間長そう。5分から10分の間で乾かせる。そうそう、強風強い風でファーッと、アイミーハッシュタグつけたツイート全部監視してる、見てるよ。ハッシュタグつけてないバージョンも見てるよ。フォローしました、ありがとう。ショールームからフォローしてくれてありがとうございます。ハッシュタグつけなくても千原あゆみとかで見てる。あゆみんって入れるとなんかいろんなあゆみんさんが出てきて、なんかいっぱいって感じ。そういろんなね、あいみんさんいるの。あゆ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 、じゃああゆあゆも見るか。一番ね、市原愛見て入れた方がね、なんかねすごい検索に引っかかるというか、
パキーンと。席ありがとう、思いを届け、ありがとう。一応の意味を入れてツイートするとき用意してできないから、毎日毎回一応の意味さんにしてツイートしてる。おお、よろしい。毎回ハート一原美ちゃんって入れてる。知ってる。いつもあゆみにリプで送ってるけど、リプじゃなくてハッシュタグ一原あゆみの方がいいのか。え、リプってツイート、あゆみがツイートしたやつにツイートしてるやつってこと。最近ナンスヨツイート忘れてる。確かにもうナンスヨツイート終わっちゃったんかなと思った。ツイート16、ツイート16、ツイートをする16。毎日12時におはぽみって言ってるのやめたい。やめないで。おはよう。今日も学校、おはお仕事、頑張るね。お互い頑張ろうね。お仕事、学校、その他もろもろ、お疲れ様。また明日ね。おやすみ。インスタ解説してくれて嬉しかった。フォローしてたくさん投稿するの待ってる。ありがとう。投稿するね、いろいろ。ではでは。たくさんリプしようと、たくさんリプ待ってます。あみんってリプ見てるよね、もちろん。めっちゃ見てるよ。リプラいいね、リプインディスの三種盛り。三種盛り、たくみありがとう。 I love you。
きーちゃんもう寝てんのかな。でも起きてるよ。何この空間、いいじゃん。バイト中なんで無音であゆみちゃんの顔面見てるか。頑張れバイト、頑張れバイト。え、この前パエリア作って美味しかった。え、見た画像見てさ、めっちゃさクオリティ高すぎてびっくりしたの。あゆみあれ手作りなんかしてた？料理系本当に美味しそうだった。あれお店のかと思った。緊張なので頑張れください。ヤキ頑張れ、ファイト頑張れ。お店言い過ぎ？いや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 持ってない全然。そう美味しそうだからね、すごいパエリア食べたくなってなった。だからすごいね、仲良くしてくれてるお友達がパエリア今度食べ行こうっていうので、お店のパエリア食べ行きたいと思う。パエリアね、そうテンション上がる。魚介系大好きなんだよね。ニアジュイパエリア部誰が入る？アリスぐらいかな入ってくれるの。海の幸いいね、海の幸いいよね。部活やだ。帰宅部ハントありがとう、星たくさん、キラ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 ーン、おふさまありがとう。北海道の海鮮美味しすぎるからライブで行きたい、行きたい。海鮮が美味しい県、やっぱ海に近い県だよね。あみキノコ食べれる？食べれるよ。なめことか好きで、最近なめこお味噌汁にハマってる。なめこめっちゃ美味しい。今ちょうどなめこの味噌汁飲んでる。タイムリー。椎茸好き。あいマヨ以外に苦手なもの、マヨ以外、固体のチーズ、裂けるチーズとか、こうすごい固いチーズ、とろけてないピザ系に乗ってるチーズはいけるんだけど、もうチーズ単体は苦手です。得意じゃないです。あいみんインスタフォローしてよ。ありがとう赤子ちゃん、ありがとう、嬉しい、めっちゃ嬉しい。あと牛乳、チーズケーキあんまり食べない。タップありがとう、思いを届け。わあ3連発。じゃあ受け取ったので、思いを受け取ったからこっちも飛ばします。
インスタの投稿も楽しみにしてね。ありがとう。インスタ投稿たくさんするね。絶対給食の牛乳残してるやん。残すというか牛乳好きな子にあげてた。先生にバレないようにこっそりあげてました。先生が違う方向を向いてる時に牛乳の、その子はもう飲んでて牛乳の瓶からだから交換してどうぞってあげてた。牛乳仲間すぎる。実は先生知ってた。ワンちゃん見て見ぬふりをしてくれてたのかもしれないね。牛乳どんなやつだったっけ、わかんない、もう忘れた。あゆみさん学生の記憶全くなくてあんまり学校行けてない、行けてなかったっていうのもあるんだけど、牛乳パックだったっけな、わかんない、忘れちゃった、記憶がない。中学校高校ほとんど行けてない。そりゃ漢字わかんないよね。富田奈々香さんの神ハイトーン見てない、見てません、まだ。え、終わったら見ます、このショールーム。今からでも間に合う。感じわかんないのに持ってる。いや、あの感じ難しいけど、ね、ちょっとラジオで感じいじられてたけどやり返したいよね。軽々マジでよかった、最高でした、ありがとう。逆に難しい感じだけ覚えよう。難しい感じか、でもその感じ使わないじゃん、あんまり難しいの。ちょっと逆にね、漢字まあまあ逆襲します。漢字ね、頑張ろう。アイミインスタフォローしてよ、いつかインスタライブやってほしい。インスタライブなんかめっちゃ求められてる。インスタライブ
インスタライブそんなに。そんなにいいのかな。やったことないけどね、インスタライブ。やり方がわからない。ライブ縦画面、今も縦？縦っちゃ縦じゃない。縦。タンタタンタタンタンタタンタタンタタ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 。しおり聞くと卒業式思い出す。名曲。りょうありがとう、ラブレターたくさん。ね。お風呂入ってきた。いつの間に。最近のおすすめソングで前見聴いてるのは、あのノイミさんの天使はどこへと、あとイコラブさんの呪って呪ってとカメオ。結構強気な曲がすごい勇気をくれるので、そういう私は私みたいな、人は人みたいな曲を聴いてます。すると人生楽しくなりますよ。おすすめです。えぐい4年大好き、わかる、良すぎるよね、かっこいい。ぜひ強気の女最高最高。みんなもね、なんか緊張するお仕事とか学校とかでそういうことがあったらぜひやってください。聞いてくださいね。やってください、おかしいな。あ、ミラーボール手足はどうかいた、パン。あと背景あなた様もめっちゃ聞いてます。じゃあそろそろランキング読むね。今日もありがとうございました。ランキング読みます。13位リリちゃん、12位トッシー、プチ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 、11位歩みの奇跡セッキー、プチプチプチ、10位純吉、プチ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 、9位レグルス、プチ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 、8位リョウ、プチプチプチ、7位ゆずきち、プチ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 、6位たくみ、プチ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 、5位トリ、プチ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 、4位ハント、3位あゆみだけのまさみん、プチ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 、2位くまぷー、プチプチ、1位はドゥルルルジャンタップ、プチプチプチ。ありがとう。今日はね、あの2回配信ができたのでとても
ショールームたくさんできて嬉しかったです。昼見えてなかったから帰ってよかった、よかった。夜配信も夜公演って言おうとした夜配信も来てくれてありがとう。じゃあ明日はねオンラインお話し会一部と二部来られる方お待ちしてます。じゃあねバイバーイ、今日も親ぽ見なさい、シュッバイバイ。